All right, guys, welcome. I'm one man. Because the mornings and late afternoons are terrible for the bit rate, I'm just recording this now. Yes, I am removing any cutscenes that don't feature Kuroiwa. Don't feature him doing this shit. Literally everybody dies. So this is gonna be an everybody dies episode. Sakikea, Tabo. Koko Makasero. Sugura Muke. Ike. Oh my god, damn, he's sweating like crazy. White graphics are amazing. こっちは急いでんだ。 かかってくんならさっさと来い。 Thank you.
So I'm gonna use an anime, motherfucker. Don't fucking. Miss me with that shit. Wait, so every time I fail, I have to do that all over again? That sucks. Kuro Iwa no yatsu, koko made yaru no ka? Dame da! Kono tobira akanai yo! Lock sareteru! Lock? So iyeba, mae kita toki ni Emi chan ga...そっちの奥は開発研究棟です。ゴールドのカードキーがないと入れません。ゴールドのカードキー、どこかにないか。非常事態が発生しました。セキュリティシステムを起動します。システムの起動に伴い、3分後にゲートを完全ロックいたします。I don't even know why. What the? いるよ。あったぞ。これで開けられる。外の渡り廊下。黒岩が人を撃ってる。くそ、早く止めねえと。黒岩。Jesus, why? Yagami-san, daijoubu? Kusso, doko ka betsu no ruto wa? Chika chūshajō no iriguchi. Konaida shinryū shita. Sou da yo, Yagami-san. Asoko kara byōtō made hairete yo ne. Soshitara, kenkyū tō ni mo ikenai.カードキーもさっき手に入ったし行けるかもな。じゃあ行くしかないって。クライワを止めなきゃだな。
また会ったな、探偵さん。マシコさんだったぞ。てめえ、この野郎。見送ったり出迎えたり、あんたも大変だね。今回はお遊びはなしだ。覚悟しろ。Not putting up with this bullshit a second time. もう限界って感じ。でも先を急がないとね。あ、ちょっとその顔。なんかちょっとめまいがするな。だろうね。大丈夫、八神さん。頭、結構血が出てるみたいだけど。どうかな。今すぐ死にはしないと思うよ。見た目よりは余裕があるのかな。じゃあ行こう。すぎると持たねえぞ。刑事弁は本当信念つうか正義感、そういうのが試されんだ。あんま金にもなんねえのによ。いいからほどほどにしとけって。経験豊富な先輩のありがたいお言葉だぜ。
一番苦しむのは大久保さんなのに。彼が本当に無実なら勝てますよ。と言っても俺は今回が初めての刑事弁護なんだけど。え？民事だと勝ったり負けたり、少し負けっこしてるから。そうなんですか。今回の事件、賢い弁護士ならまず無罪を主張しないそうです。でも俺はこの程度の弁護士だからこそ、本気で無罪を取れると信じられるのかも。大久保君をお願いしますね、八神さん。あと、よかったら弟のことも。ずうずうしいですけど。八神さん、さっきさ、その姉貴の声がしたんだよ。あ、いや、空耳にしては生々しくて。なんか聞こえた？ああ、後でゆっくり話してやるよ。今はやることがある。え？行こう、黒岩を止めるぞ。分かったよ。少し顔色良くなった？カードキーをゴールドのやつね。ショーノはこのフロアに避難してなけりゃな。この先にショーノの研究室がある。じゃあ黒岩もこの辺に？いや、多分。邪魔してくれるな、イヤガミ。やめろ。今さら復讐して何になる。ショーノを殺してもお前は復讐？誰がそんなことを。こいつには生きていてもらう。何？銃を捨てろ！うわぁ！やられちゃった。杉浦。少し待てるか。助けが来られるようにする。八神さんは黒岩とすぐに決着をつけてくる。ならいいよ、そんな慌てなくて。僕の分まで
やっつけてきて。わかった。俺たちはあんたを助けに来た。本意じゃねえけどな。こいつを見ててやってくれ。わかりました。諦めろ。もう全て終わりだ。うるせえ。まだ終わりじゃねえ。どういう意味だ。アドデックないんだよ。あの存在がある限り俺は終わらねえ。あんたさっき正野には生きていてもらうって言ってたな。ああ、あいつと俺とでアドデックナインを完成させる。やつだってそれを望むはずだ。俺らが助かるにはもうそれしかねえ。そんなことができると思うのか。ああできるね。やってみせる。心配するな。完成するまで俺が何人でも実験台を調達してやるよ。薬さえ完成させれば捕まるどころか世界中に感謝される。正気じゃねえ。じゃあまずお前を久しぶりの実験台にしてやる。死んじまったらその時はお前も目えぐってもらえ。One fucking move. And the clock is already. Cheers, Kuroiwa. Too bad this is only the first half. This is not good at all. I knew he was difficult, but this tough? Fuck. I did Leon actually do that. Fucking nothing. Say.
Good God. Round one, by the way. Time for another drunk though. Trying to basically fighting him as the most unserious fight ever. I am not even being serious. Yeah, it's not gonna end as you think it is.
Stop. That was a scuff run, and I'm complete garbage at this game. にしてくれるってよ。後で弁護頼むぞ。ヤガミさん。ショウノ。止まれっつって止まるやつじゃねえだろう。この。アドデックナインです。まだ死なないでください。おい、何するんだ。完成したんですよ。僕のやれる全てを注ぎ込んだんです。今度こそ間違いない。だから最後に、この新薬が完成したという証明を。そうやって何人殺してきた。でも、でもおかげで何百万何千万の人が救われるんです。だから罪もない女の子まで殺した。ん？何度も体を刺して火までつけた。その罪を着せられた大久保君は今も死刑囚でいるんだ。僕だって殺したくて殺したんじゃない。アドデックナインを作るために、世界を救うためには仕方なかったんだ。実はアドデックナインからは人体への毒性を消すことはできません。ショウノ君は
私にそう言いました。それが何人も実験台にしてたどり着いた結論だそうです。つまりアドデックナインは失敗です。しかし彼は誰にもそれを言えずにいた。すでに何人も死なせて、その全てが無意味だったと言い出せなかった。あなたがその話を聞いたのはいつですか？つい先日ですよ。それを聞いて私はこの法廷で証言することにしたんです。世界を救うためには仕方なかった。違うだろ。お前がエミちゃんを殺したのは自分の保身のためだよ。世界を救うのが目的なら、アドデック9の研究は他の誰かに引き継ぐことだってできたはずだ。僕が研究してきた薬だ。僕でなきゃ完成させられなかった。じゃあ今証明してみせますよ。僕の考えた薬が正しいこと、僕のやったことが正しかったってことをね。おい、僕の母は認知症になった祖父母を長いこと介護してた。それを最後まで看取った後、気が抜けたように倒れて死んだ。僕だってアルツハイマーに大事な家族を奪われた一人なんだ。でもこれでもう同じ悲劇は二度と起こらない。僕が研究者になったのも、この薬の開発を手掛けたのも、神様が授けた運命なんですよ。アドデック9の副作用は、被験者に激しい頭痛を起こさせ、その眼球を青く染めます。そうなってはもう助からない。青くなるのはアドデック9に由来する毒素がたまるためだと正野君は言ってました。それは紛れもない人体実験の物証となってしまう。だからカムロ町で見つかる死体からは常に眼球が持ち去られていた。それらは全て正野が処理していました。ありがとうございました、八神先生。釈放は来週？多分そのくらいだろうって聞きました。その後エミの事件の再審がありますけど。再審は形式的なものになると思う。もう誰も君がエミちゃんを殺したとは思ってない。はい、
もう行くんですか？今日はもう一人、君と話したいってやつを連れてきたんだ。あとはもういいな。一緒にいてくれればいいのに。じゃあな。ありがとね、八神さん。小野と黒岩は死亡、一ノ瀬や森田健二生は逮捕か。八神探偵事務所のおかげですね。でもこれから大変なことになります。厚労省は大揺れでしょうし、創薬センターも多分解体ですかね。結局梶平の狙い通りになっちゃったりして。納得いきません。いや、そっちはそっちで風見大臣との癒着が追及されるみたいだ。警察が動き出しているんだとよ。天網恢恢、そにして漏らさずだ。こっそり悪いことはできないってことですね。おお、よく知ってるな。じゃあこれ知ってるか。はい。うちの事務所は所内恋愛禁止だ。え？仕事に身が入んなくなるんでな。いやそうだったんですか。そこは引いちゃダメでしょ。まあ年寄りの忠告ってのはいつも無視されるもんだ。若い頃は俺らも忠告なんて聞かなかったかなあ。待つかねよ。まあ俺は別に構わねえよ。お前が弁護士に戻っても。今ちょうど依頼もねえし、俺は他で職探してくっからよ。何言ってんだよ。俺はここを閉める気ないって。せっかく真っ当な世界に戻れんのにか。こんなろくでもねえ町で探偵続けるなんてどう考えてもアホだろ。言ってくれるね。海藤さんの言う通りじゃない。今の八神くんなら弁護の依頼で引く手あまたなのに。普通選択の余地ないでしょ。そうかな。そうかなって、源田先生も弁護士に戻ってほしがってる。それにきっと松金の親分さんだって。俺もそう思うぜ。いろいろあったけどよ、多忙が弁護士に戻るのはやっぱ神様のあれなんだっけ、神様のおぼし召し、それだ。よしてくれよ。え？俺は弁護士を辞めて探偵になった。でも探偵という選択をしたから大久保君の冤罪を証明できた。それはまあそうかもね。皮肉なもんだよ。弁護士やってて真実をつかめずに逃げ出してたってのに、弁護士を辞めたことで真実にたどり着くことができたんだから。どんな選択にどんな未来があるかなんてわからない。それこそ神のみぞ知るだろ。だからどんな選択をしたところで大事なのはその後さ。絶対に諦めないことが
一番大事なんだ。まあね。でもさ。ん？でも？法廷で久しぶりにスーツ着たけど、俺いまいちじゃなかった。スーツ着るって選択だけはやっぱ絶対なしかな。うん。その点、探偵はスーツ着る必要ねえし。あのね。はい、矢上探偵事務所。え？猫が逃げて帰ってこないって。うちはペットショップじゃねえんだから。いいね、面白そうじゃん。猫の名前と特徴は？ちょっと矢上くん。チャコ、5歳のメス。じゃあ写真送っといてください。よっしゃ、じゃあドンキでまた旅でも買ってくっか。カイトさん、久しぶりの依頼だ。絶対物にしようぜ。And new platinum goes to the one, the only one man cast. Thank you all for watching. Remember that my will is absolute. And that when the devil speaks, you pay attention.